今まで当たり前だと思っていた未来は、一夜にして別世界のように変わる。それは私も大きな病気をしたからよくわかる。人と会うこと、外を歩くこと、プールの中で全身を使って泳ぐこと、そのすべてがこんなにも愛おしく、こんなにも幸せだったなんて、病気の前は気づいていなかった。2020年という目標が急になくなった。他のアスリートたちも同じ気持ちなんだと思う。オリンピックやパラリンピックのような大きな大会に出るアスリートにとって、練習やプレッシャーは相当にきつい。正直、逃げ出したいこともある。でもそれがなくなって初めて、ああやっぱり自分はどうしようもなくこのスポーツが好きなんだと心の底から思ったはずだ。私もそうだった。天狗やな。自分が勝てるのはずっと先のことだと思ってたんですけど、ただいまっていう気持ちでこのレースに入場してきたので、自分がすごく辛くてしんどくても努力は必ず報われるんだなっていうふうに思いました。ここにいることに幸せを感じようっていうふうに思って、最後も仲間たちが全力で送り出してくれて今すごく幸せです。
嬉しいです。はい、たくさんの人に感謝したいです。途方に暮れた日も線を跳ね返して日本逆転、逆転で掴んだ金メダルへのマッチポイント。やったー、勝ちました日本、大逆転の金メダル。このように四つん這いになりながら、なんとか襷をつなごうと、なんとか襷をつなごうとしているマラプリンセス駅伝にやってきましたが、飯田怜、さあ襷をつなごうとしているが、まだ 150m の距離が残っている、まだ 150m の距離が残っている、150m の距離が残っている、中継所が見えている、中継所が見えている。ただ飯田怜はこの赤い襷、左手に持っている襷を、そして膝はもうすりむいている、その襷をなんとかつなごうと飯田怜が、さあルーキー、さあ飯田怜、ただまだ 100m 以上のその距離が残っている。苦しい苦しい、この第2区になった、苦しい 3.6km だった。報われた、たった一つの言葉で、その出会いに導かれ、あなたはここにいる。諦めて手放して、その中でただ一つ続けてきたもの、思いをつなぐ、たすきをつなぐ、そして全国の舞台に6人で行く。3区の飯田麻里江はもう涙が止まりません。待っている3区の今田麻里江は涙が止まらない。今涙を拭ったサングラス姿、そして先をもう見えてきた2区の飯田怜が、さあたすきをつなぐ、たすきをつなぐ、つながった、襷がつながりました。
日の僕へ今はここで立っています。誰かに笑われた夢を今もここで見続けてます。時に見失いそうになって、時に全てを諦めて、焦って望んでは傷ついた僕の中の弱虫笑ってた。それでもジャイアンツが出て終わらせそうだ。しかし日本はいい位置だ。さあ浅原がボールをもらった。浅原が走る。現在日本は3番目、現在2位につけている。日本が2番目だ。日本2番目、ジャマイカは金。やったー。日本はどう、日本3位に入りました。日本リレー種目初めてのメダルを取りました。そしてあの日つまずいてしゃがみ込んでしまうほどの痛みさえ湧き出して、駆け出して、助走に変えていけるように、あとが力を貸してくれないか、昨日までの僕よ、共に乗り越えてきたじゃないか、僕は違うよ、一切引かないし、一切負けない、生まれた日から今日までの僕が見てる明日の、そう少しずつ前のドアの、人生15年の集大成、3度目の世界3階級制覇を目指してこの戦いです。太陽に向かって咲く花は誰よりも輝いてる、花咲かずとも希望の星、雪なもなく綺麗な花、カウンター、あーで
りのカウンター、やっぱり振りが大きくなっているところですからね。大阪城ホールの神が長谷川に勇気を送る。さあ、さあ試合再開。長谷川密着するね。いや、もうここは密着しちゃいましたよね。長谷川、あー、男試合終了。同時にタオルが投げ込まれました。長谷川穂積、3階級制覇をかけたリング、ボクシング人生15年の集大成と話した長谷川、今を大阪で拍手を送っています。吉田内股が決まった。1本だ、吉田やりました。ついに日本悲願の金メダルです。さあ出てまいりました。 B
オーダー。花札が背中に染め抜かれている。かつてパチスロにも負けた、 CR 天才バカボンにも負けた、およそ博打と呼ばれるものに手を出して負け続けた安田が今、猪木によってまさに戦う会社構成法が適用されて、今夜の結びの一番の戦う栄誉を手にしたのであります。今までの戦いを見る限り、安田お前はダメな男だ。そんなお前が好きだ、みんなも好きだ。さあ猪木のテーマに変わった、出口のない日本、持たざる者のテロリズム。安田どう考えても普通に考えたら勝ち目なし、それなのに K1 世界最強の壁バンナに挑んでいきます。安田が負けて誰が責められようか、男はみんなダメだ。そんな部分をも哀愁をも背負い込んでの安田、癒し系ファイターであります。どうせ自分なんかでも逃げ出さないで、孤独でもがき耐えてきて、ただ前を歩き続けて、たどり着けるさ、みんなが待ってるんだから、立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ。負けそうな時は思い出してよ、過ごした君をこれまでの足跡歩んできた道に仲間がいて、忘れることはない、嬉しかった日、悔しかった日、
東枠入り完了しました。有馬記念見せない涙があった、人知れず流した涙が。そしてレガシーの手がちょっと動いている。爽快艇を赤い帽子も着ているぞ。残り100m で切りました。ヨルダン6人目のキッカー、6番のバニアーシン。さあ7人目のキッカーバニアーシンです。川口止めるか、やー日本勝った、日本勝った。おしゃかみちゃん、何が起こるかわからない、これはまさにこの試合か。日本の執念が奇跡を呼びました。涼しい目をしてこれから最後の演技に向かいます。小学校の頃ソウルオリンピックを見て、自分もオリンピックでメダルを取りたいと夢を持った富田。日本が誇る最高のオールラウンダー富田が富田であることを証明すれば、日本は勝ちます。沈まって押し込む、よし、離れ技はコールマン。これさえ取ればよっ、取った。さあ、あとは最後の伸身の進撃面、着地に向かう。さあ、どうだ、伸身の進撃面が描く放物線は栄光への架け橋だ。
間違いありません。自分でも終わってみてまだ何もわからないです。明日は自分のフリーの演技ができるようにしたいと思います。待って